ABCDEFGHIJK です。こない質問やめるわ。てな感じでね、今回はねこのゴーレムデッキ使っていこうと思います。このねゴーレムデッキに、ね、特徴があるとすれば、このねボンバー、このボンバーがね本当にねキーカードとなり得るんで、今はそんな流行ってないカードなんですけど、マジでね隠れぶっ壊れカードだと自分は思ってて、そんななんだろうな、ボンバー環境ってわけじゃないんですよね。なんか小物ばっかっていうわけでも別にないじゃないですか。まあどうだろう、なんすけど、もうボンバー自体のステータスが、能力自体は微妙なんですよね。範囲攻撃は強いんですけど、空に対して何もできないっていうのがなんかやっぱちょっと微妙かなって。それで、空に何もできない唯一の遠距離カードかな。うん。それがやっぱ他のカードより使い勝手が悪い。あ、ボーラーもか。でもボーラーはなんかちゃうじゃないですか。ノックバックがある。あ、ムートもだ。うん。いや、ボーラーとムートはなんか縦にもなるじゃないですか、必死の言い訳を。縦にもなるんで、でもボンバーはなんだろうな、ボンバーで相手の攻撃を受けるなんてことはないじゃないですか。だからそれがちょっと使い勝手が難しいカードなんですけど、言うてね、このステータスがマジで一番ぶっ壊れてると思ってるんで使っていこうと思います。これはやばいっすよ、マジで強いですよ。前シーズン何回か使ってたんですけど、使ってる時に強いなって思いました。どんぐらい強いかっていうと、ハンマ、ユージロー、二人いても倒せないぐらいですね。うん。もうバキしてる人にしか伝わんないですけど、マジそんぐらい強いと思ってるんで使っていこうと思います。よろしく。まあ、このショットだったら、ま、待ちですね。で、相手がなんか動いてきたら、まあ、ごぼうりとか、ボンバーとかを適当に切る感じです。初手ボンバーはあんましない方がいいですね。まあ、これはゴブリン乗りで、もう一マス下でよかったですね。で、スケルトンバレルが入ってるデッキだと限られてきてて、迫撃、これあれだ。多分、キローンですね、キローン。これにボンバー出して、破裂した瞬間にボンバーが投げるっていう仕組みになってるんですよ、もう。何これ。ランバーで押さえた方がいいかな。多分、ランバーで蓋してあげた方がいいっすね。で、ここは近軌道ができる位置なんで、しっかりしてあげましょう。あれ？できなくね？やべえ、1マスずれてた。で、デガー、プリンセス、スケルトンバレル、コウモリ。なんで、多分、クローンとか入ってそうだけどな。プリンス、え？何これ？ああ、わかってないわ。ほうほう。これワンチャンさ。あ、やばい。よくないよくないよくない。痛え。で、逆サイボンバー。あれ、ボンバーフルマンタンの時にタワーに向かったら2発投げるんですよね。で、こいつの2発ってマジでえぐいんですよ。ほらほらほら。やばいでしょ。なんかメガナイトっぽいっすね。ああ、来たわ。ちょっとやばい。やめろー！え？タワーに入るのは違くね？マジで違いするわ。ボンベ出していきます。で、なるべく、こんな感じで。よいしょ。はい。はい。OKOKOK。いい、いい。これが全部公園につく。で、インドラがきついんですよ、インドラがめちゃくちゃ。なんで、インドラをね、頑張って溶かしましょう。こんな感じで、対空をつい、足して足して足して。で、トルネードで、この、破裂する瞬間、やべえ、微妙。これ、ランバーも追加しちゃいますか。で、結構、ご了承しちゃいましょう。あー、プリンスがいいんだったら、強いプリンス。いや、いけるんじゃね、これ。いける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 。いけるぞー。ああ、いけるね、いけるね。いいよ、いいよ、いいよ。いやー、もう限界か。やばいな。でも、ディガー使ってくれたんで、まだまだって感じですね。やばいな、これ。普通にやばいな。そっちにボンバー使うのは、ヌワップっすね。ボンバーじゃねえわ。なんだっけ。
で、そう、これがいるんですよ。3発やろ。OK。あ、完封はできないんですけど。で、プリンが怖いんで、出しとく。OKOKOK。そうすると、で、トルネでまとめてあげる。で、ディガーさえ気をつければ、まだまだ。相手はザップしかないんでね、多分。ジョブズー！いや、これきついカードが、インデラとはインフェなんですよ。まあ、俺が悪かったわ。次と次勝ったらあげよう。いやなんかいろいろ付け足し付け足しの時にゴリ押したらよかったんですけど、相手にうまく守られちゃいましたねってな感じね。もうこういうことでしょ。いやー悔しいな。よし、集中しよう。ヌリヌリ選手、これは海外のプロゲーマーの選手ですね。海外言うてもアジアですけど同じですね。泣いてるわ。まあこれはギョーレム展開でいいんじゃないですか。で、遅めにボンバー出しちゃうとゴーレムのターゲットが迫撃に近づきすぎちゃうとね、良くないんで、ボンバーに移っちゃうんで、早めにボンバー出してあげて、そう、迫撃砲処理していきましたね、今の。バルマスのディガーか、ホグかの二択ですね。これはごぼうりでいきます。ランバーなんか出したくなかったんで。バルキリー見残りしちゃったからランバー出すの若干渋くねって思ったんで。で、コウモリとか来たらベビー追加します。来なかったらもう、ケツゴレや。それはなんか美味しいやつですね。で、このコウモリは多分相手がトルネをホグに打たせないコウモリだったんですけど、まあ全然他の忍者で抑えれば問題ないんだよね。こっちからしたらしっかりベビーで抑えていって、で、このマスキリには多分何もつけれないんで無視してあげて、スケつけて、そんな無視でいいっす。こんな無視してあげてゴレ出していきましょうか。で、削られてる方からですね、今回は。多分あんま変わんないんで、どっちかっていうと防衛主軸のゴーレムだと思うんで、ゆっくり形作ってから行きたいですね。で、攻めにベビーが必要なんですよ。なんでかっていうと、そう、このコウモリに対してなんですけど、まあ今回はアイスウィザードで一番いいのはベビーだ。うわー、ちょっと待って、なんかめちゃくちゃ守られてません？なんか守られてんな、多分これ。もう一回ゴレいきますか。で、ホグ来てもゴボリがあるんでね、ゴボリしっかり同サイホグ、同サイホグはちょっとよくわかんないんですけど、あ、ゴボリ落ちちゃった。で、ランバーつけてベビーつけて、で、マスケをトルネでひっぺがす感じっすね。ボンバーつけてから、OKOK。めっちゃいい感じ。ああ、これ2周目マスキにやった方がよかったかな。難しいですね。これゴーレムつけて、全然ゴーレムが通んない。ホグ来たらゴブリンゲージで。で、相手の回転が早いんでね、マスキが2周回るんですよ。なんで、今回は打っていいと思うんですけど、今回はこんな感じでトルネでまとめちゃっていいと思うんですよね。でも、相手が結構早めの段階でマスケを出してきたときは、そのマスケにトルネで打たないで、待ってから、2周目のマスケットに打つ感じですね。がいいと思います。
結構入ったけど、言うてですよね、これ。多分。きっと言うて。で、このマスク休養してあげて、ボレ出して、で、ホグ単体なんでね、このボンバーで押さえていきます。あー、ミスった。あ、これ届かないんだっけ？やばい、やっちまった。で、今回は、多分2周回りそうにないんで、ちょっと雑な位置になった。なんかいい感じにいなされてる感が。なるべく同サイドがいいんですよね。なんで今回も同サイド展開。ゴブリンの折りがねめちゃくちゃ削ってくれてるんで、でマスケには速攻取れね打たないと攻めが入んないんですよね。だからマスケ、あ、バルキリー来ちゃったんで、マスケ見たらすぐ取れね打ちます。こうしてトルネでまとめてあげることによって、そうそうそう、この感じだよ。で、あとはタスタスときつい相手が、ほらほらほら、サンクスサンクスサンキュー、よろしく。やるなって言われてありがとうって返すのが果たして正解なのか分かんないんですよね。なんか相手からしたらちょっとなんかうざくねみたいな思われるかもしれんから、返さないようにしよう次から。いや微妙じゃないですか。なんかありがとうって言われるのどうなんですかね。もうね本当にね気をつけないとね、ツイッターとかもね、もうマルチとかで当たった時とかも気をつけないとね、すぐね、まあ立場が立場なんで、初手待ちですね。これは初手待ち、あー、これはメガゴキティかな。で今相手が1分まで何も動いてこなかったら、まあ1分半まで何も動いてこなかったら、自分はあのメガゴとか1分半頃に切ってましたね。なんでかっていうと、まあゴーレムが初手になかったんで、なるべくね初手1分切ってからはゴーレムから展開していきたいんで、1分切るまでにはゴーレムを手札にある状況をなるべく使えて作りたかったっていう。これ相手ギョーレムなんで、で俺ライトニングないからライドラ処理ができないんですよ。なんでライドラ側とは避けて逆サイドに展開しました。でこれあとはさっきみたいにね、さっきみたいではないか、休養してこの完璧なアイウィズQで、これにいろいろね、付け足せばね、絶対折れるんで、付け足していきましょう。100きつい。はっはっは。眠いですね、この時期は。どの時期も眠いけど。あれ？まあ、あとは守ればいいんですけど、相手のゴーレムに対しては、しっかりゴーレムで合わせないと守れないんで。で、右からゴーレム展開していきます。あ、これはキング後ろからでいいですね。で、この位置は、今自分が出したこの位置あるじゃないですか、ゴーレム。この位置は、ゴーレムをキング起動できない位置ですね、相手が。んで、まあ、ゴーレム対決とかの時とか、相手がトルネ持ってる時は、まあ、トルネ持ってる時は、まあ、こういう位置にした方がいいと思います。うん、いいベビートルネなんじゃないかと思いますが。よいしょ。ボンバーが強いんでね。マジで強くないですか？さりげないさっきからの活躍をぜひ見てほしい。で、最後に、まあね、ここまで来たらもう最強の技を見せてあげましょう。で、残り相手のタワーが300ぐらいの時にボンバーを真ん中から出してあげると、あ、てな感じでね、今回はね、このボンバーゴレ、紹介してみたんで、ぜひね、使っていただけたらいいと思います。これはマジで強いです。本当にネタとかじゃないんでね。俺が紹介するデッキは、
俺今までネタ紹介したこと多分ないと思うんですよね。だから普通に強いデッキを使ってるだけなんで、これも強いんでね、信じて使ってみてくださいってな感じでね、今回はね、このボンバーね、ポーン